三好美紀夫は、日本の裁判官、弁護士。最高裁判所調査官や、東京高等裁判所部総括判事、上智大学大学院教授、内閣人事局退職立て審査会会長、法務省司法試験交際員等を歴任した。鳥取県出身。鳥取県立与那東高等学校を経て、1973年、名古屋大学法学部卒業。 1976年名古屋大学大学院、法学研究科修士課程修了、法学修士。司法修習を経て、1978年東京地方裁判所判事部任官。1981年から1982年まで判事保在外特別研究員として、ロンドン大学キングスカレッジ、ロンドンや王立裁判所に留学。 広島地方裁判所判事法を経て、1984年裁判官、弾劾裁判所事務局課長兼参議院、法制局参事、1986年東京地方裁判所判事法、1989年大阪地方裁判所判事、東京地方裁判所判事を経て、1995年最高裁判所調査官、 1999年大阪地方裁判所部総括判事2002年最高裁判所司法研修所教官2005年東京地方裁判所部総括判事東京地方裁判所所長代行法務省司法試験公裁委員法務省法制審議会臨時委員法務省法制審議会刑事法部会委員裁判員制度の運用等に関する 有識者懇談会オブザーバー等を経て、2011年、前橋地方裁判所長、工芸新聞社オピニオン21委員、法務省裁判員制度に関する検討会委員、法務省前橋保護司専攻会委員、2012年東京高等裁判所部総括判事、2013年東京弁護士会、後期委員会外部委員、2015年退官、 内閣官房内閣人事局退職手当審査会会長東京弁護士会に弁護士登録しシグマ工事町法律事務所入所上智大学大学院法学研究科放送養成専攻教授法務省司法試験コー員等も務めたありがとうございます